はじめまして、高羽劇団で作演出を、務めております高羽彩と申します。普段高羽劇団をご覧いただいてない方とか、もしくは小劇場に来たことはないけど芸劇でやるならっていうふうに劇場に足を運んでくださる方もきっとたくさんいらっしゃると思います。なんかそういった方にもちろん高羽劇団もですけども、他の劇団さんの作品も通して小劇場の楽しさとか面白さと小劇場の表現としての可能性みたいなものを存分に感じていただけるような、企画になるように頑張りますので、よろしくお願いいたします。情けは人のためならず、君の愛では人を幸せにするぞ。ナットでつなぐのは人の絆、ナットでかける世界の橋、ナットで覗く。私あなたたちの妹です。だからこのネジ工場をください。なんかゴッドセーブザクイーンって聞いた時、やっぱりクイーンっていう言葉がすごく強いので、何か女王様前とした作品をやらなきゃいけないのかなみたいな、なんか変なプレッシャーみたいな、なんかこう女性性をすごく歌ったような作品を作らなきゃいけないのかななんて、ちょっと変なプレッシャーも感じたんですけど、なんか話を聞いたらもうそういうことじゃないよと。私たちがこう今回選んでいただいたのは、こう女性性にとらわれないというか、それを超越した何か作品を作る人たちだということで、なんか見ていただいたようで、なんかそういうことならあまりタイトルのことは気にせずに好きにやれば、それがきっとクイーンらしい何か作品になるんじゃないかなと思ってます。今何年三島が生産増やしてるのか考えろよ。自分たちの作ってるネジが何に使われてるのか考えろよ。長らく人間社会のより良い構築に努めてきましたが、今日でその役目も終わりです。私より性能のいいコンピューターが登場したからではありません。先日美しさという価値基準が社会構築に不適当だという結論が出ました。別の価値基準を持つコンピューターによる演繹でしょう。3年前に私たちにとって変わったあの新システムありますよね。2チャンネル上に実際に存在した自殺志願者の方が死ぬまでの2日間にをなんかポツポツと何食べるとか、どこ泊まったよとか、今ポストの前にいるよとかっていう風に淡々と書き綴ったスレッドっていうものが実際に存在してまして、それをモチーフにした作品を男性の2人芝居で見せられたらなと思っております。そもそも人間的であることに何の意味が。人間にはできないことを可能にするために私たちが存在してるのに。そうだよ、そんな何が美しいだなんだって人間みたいなふわふわしたこと言ったら役立たないじゃん。黙ってる、黙ってる。何黙ってんのよ。今回 の、 作品のコンセプトとして、死ぬために積み上げられるものもあるっていうのを一つコンセプトにしようかなと思っております。これは別に死ぬことを肯定するでも否定するでも、そのどちらの意図もないんですけれども、何か掲示板上で淡々と綴られる死ぬまでの数日間を見まして、何かそこにで、またその掲示板を見ていろんな人がいろんなことを考えたりしたわけですよね。なんかそこに人の人生とそこを通り過ぎていく無関係な人たちっていうところに、なんか今の人間関係って何なんだろうなっていうようなものが表現したいなと思ってますので、そこが舞台作品としてどういう風になるかっていうのをぜひ見届けていただけたらなと思います。芸劇アイズ番外編第2弾ゴッドセーブザクイーンは9月12日から16日です。